イラン中央部にあって州都はエスファハーン。前近代の発音はイスファハーンで、この名でも知られる。歴史上の記録では、エスファハーンが最初に登場するのは、軍事基地としてである。軍事基地の存在によって提供される保護は、住民の集中をもたらし、やがて居留地へと発展、成長することになる。資料に残るエスファハーン州のこのような状態では、あったシュガーフ、サルウィエ、 タバロク、コハンデジュ、ギャルドデジュなどがあり、最も古いものとして、カルエスフィードと、戦士時代からのタミー・ジャーンなどがある。17世紀から18世紀には、エスファハーン州は、サファビー町の首都、エスファハーンを用して、非常に繁栄した。一方、カーシャーンは、サファビー町の利休所在地であった。エスファハーン州の面積は、 1> 約1 0 7 0 27 2 7トル、イラン中央部に位置する。北は、マルキャズイ州、ゴム州、セムナーン州、南は、ファールス州、コフギールイエブイエルアフマド州、東は、ヤズド州、西に、ロレスターン州、チャハールイコールマハールバンフティアーリー州と境を接する。エスファハーン州の気候は乾燥して穏やかで、最高気温40.6度。 最低気温10.6度、年間平均気温16.7度、年間降水量は116.9ミ、mm、リメートルである。エスファハーンの街でははっきりとした四季を感じることができる。エスファハーン州には、総計18軍、38地区、67市、2470行政村区を要する。アーラーン・バビードホル軍、アルデスターン軍、バルホバール軍。 ブインバミアンダッシュド軍 EN、ブインバミアンダッシュド EN、チャデガンカウンティ EN、リハコンカウンティファラーバルジャーン軍ファリーダン軍、フェレードゥネシャフル軍、ゴルパーイエガーン軍エスファハーン軍シュートエスファハーン、カーシャーン軍カーシャーンホメーニーシャフル軍 EN、カーアンドバヤバンカウンティフバーンサル軍ラン,ンジャーン軍、モバーラケ軍ナーイン軍アジャファーバード軍ラタンズ軍、セミーローム軍、 シャーレザー軍、シャーヒンシ社フレイメイメグン EN、チランカーブンカウンティーエスファハーン州は、イランの産業中心地の一つでもあり、テヘラン州には及ばないが、1990年代の急速な発展により、著しく重要性を増した。主要な産業は、製鉄、製鋼などの鉄鋼産業、国防産業、医療品加工、ポリアクリル工業、繊維織物、 および主工業である。2000年のセンサス予備調査によれば、州の人口は392万3255人、うち74.3%が都市部に、25.7%が農村部に住む。識字率は87%である。エスファハーン州は今日でも多様な民族性を持つ州である。州内の住民のほとんどは、 ペルシア人であるが、バフティアーリー族、アルメニア人、ユダヤ人、そしてある程度のアザリーも生活している。公用語はペルシア語であるが、それぞれのコミュニティでは、ヘブル語、アザリー語、ロル語などが語られている。エスファハーン州は詩人などを輩出したことで、有名である。エスファハーン州には、エスファハーンの街以外にも多くの観光地がある。例えば、カーシャーンをはじめ、 イラン最古のモスクのあるナーイーン、自生のバラが咲くガムサールなどがある。州内の主要な高等教育機関は以下の通り、ありがとうございます。